新近町、そよぎ清さんは、中国の少数民族が多く住む地域である、貴州省に位置している。貴州省同人市にあり、陰光県、江口県、松本県の境目にある。武陵山脈の手法として、鳳凰山の標高は2572メートルにも及ぶ。そよぎ清さんは、貴州第一名山、武陵第一峰とも呼ばれ、原始林が茂り、 生態も保護されており、1982年に国連から生物圏保護区に指定された。2018年7月2日、バーレインのマナまで行われた第42回世界遺産委員会において、世界自然遺産に登録された。そよぎシ山には多くの貴重な動植物が生息しており、特に金主港やハンカチの木はこのエリアでしか見られない。また、 中国十仏教名山の一つになっており、魅力菩薩の聖地としても有名である。民進の時代から魅力と、そよぎ清山の伝説は、現地の人々に広く伝わっている。個人が建てた、金委いただきいただき峰には、釈迦と魅力の両伝があり、そよぎ清、山仏教の象徴的存在となっている。秋代の直玉物日の中には、魅力と、 そよぎ清山にまつわる記載が残っており、無変崩壊、極楽天と称している。明の万歴時代と清の後期時代には、そよぎ清山という名が与えられ、勘は、そよぎ清山の保護が求められた。そよぎ清山の親近いただき、老近いただきの付近では、不思議な光と影が見られるとして、個人たちはこれを、弥勒菩薩の出現として崇めた。 西寺朝山古道にあるハイフッツからそよぎ清さんを眺めると三体の魅力菩薩像が見られるという。真金頂は座像の魅力菩薩像であり、老金頂は金主公が魅力菩薩像を崇める姿である。そして最後は主な峰を合わせてみると横になった魅力菩薩像に見えるのだそうだ。奇襲で著名な作家であった張勝は、 そよぎきよしさんを訪れた際、数百里離れた、インコ県民田寺からそよぎきよしさんを眺めた際、同じように、金いただきに、巨大な魅力菩薩像を見ることができることに気がついたと、いう。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。紀州第一名山、そよぎきよし山景区、中国そよぎきよし山旅遊観方も、 www.gzfjs.gov.cn.2019 年6月28日閲覧。玉物もの直費360百貨 baike.so.com。2019年6月28日閲覧。奇襲症、そよぎきよ明治古刹、仏教、一切如来新じ者。 www.yqrlxjs.com 2019年6月29日閲覧ありがとうございます。